男のためのバラエティチャンネル全力漫画シーズン2。発問です。何よ。ダモスダモス。早速隣でマルチ商法の勧誘が行われている。そうなんや。健三です。健三じゃない。今日は渋谷に来まして街頭インタビュー企画をやってもらおうと思います。全員インタビュー受けてや。大丈夫です。ちゃんとインタビュー捕まりやすいように僕の方で、まあ、いろいろ考えたいます。世の中の人々の秘密を暴いてほしいですよね。好きよ秘密。どんないい人でも一つや二つね秘密っていうのを持ってるんですよ。あなたの今までで一番の秘密を教えてください。おお、一番だね。それでとんでもエピソードを聞き出してほしい。普通にやるだけじゃ多分協力してくれる人なかなか見つからないんで、はい、こういうね何これ番金ガチャプレゼントを用意していると。え、1万円、すごいな。1等1万円、2等5000円、3等1000円で参加賞は何かわからないということで、秘密を聞いてもらって、はい、あなたたち2人ともがおーってなるような秘密を話してくれた人にはこのガチャを1回引く権利が与えられる。なるほどね。お金目当てのね人が多いと思うんで、それは言い方ある。あ、じゃあお金目当てのお願いします。それ書いたらあかんのよ。皆さん秘密暴露するみたいな感じですけど、僕の秘密のレベルはだいぶ高いっすよ。僕は数々の秘密を動画で出してきてるんで。確かにそこはどうかなっていうのはありますけど。秘密ないもんなお前。確かに全てさらけ出してる人やから。まあサムネタイトル的にはやっぱ直に見習って女攻めてほしいっすよね。なるほどね。ヘズマから直にも守らないといけないんで、それもだいぶ前やな。懐かしいな。底辺 YouTuber 4人で守ったらしい。守った守った。なぜか俺ら2人しか残ってないという。できれば美女でお願いします。はい、はい、ピッピッピッ。 YouTube やってるんですけど、一応25万人ぐらいいて、よかったら一瞬だけ。ジュキヤさん、ジュキヤさんの弟子です。じゃあ始まりますよ。絶対つまらん。顔怖い。いい、つまらん。一回だよ。取らせてください。みんなに断られるんです。マジ怖いって。お願い。浮気とかもないんですか。万引きとかないっすね。ないやろ。ちっちゃい頃の可愛いやつ。18です。18。しっかりカンニングして高校受かったとか。それすごいな。 YouTube に流されたらいけないレベルだったらあるけど。やばいな。ありますやん。じゃあそういう知らなかったリアクションするよ。お互い知ってる。じゃああえて言ってないやつをあげるとしたらドン引きするよ。何言って。たまえがそういう行為をするときに2つ目の入れようとしてから大出血します。いやもうポイント。これガチャ引けるね。その相手が2つ目行ってみるみたいな感じだったんですか。そうです。で優しいな。大出血。わーどれぐらい。えみたいな。いや垂れるぐらい。あーでも痛い痛い。それは彼女は知ってた。知らないわ。空っぽですか。いや空っぽじゃないよ。入ってる。空っぽのは1個もない。さあ家を開けて。さあ入ってんのか。1万円が何ですか。めっちゃいいな。ちなみに何。2回息のポコポコでした。ごめんなさい。あでもキラカードじゃん。その男の子にあげてください。わかりました。あそうそうそう。ありがとうございます。すいません僕再生数のことしか考えてないんで、ジュキヤさんみたいなタイトルとかサムネできるような秘密をなんかもっと欲深いやつがいいです。ちょっと前出てきてもらえるかな。答える人は、今のところの1位は彼氏にやろうって言われてやったら大出血っていうのになる。そんな1位なんですか。それで1位。まだ男はちょっと激しめな欲しいっすね。間違いない間違いない。ちなみに何歳ですか皆さん。23ですね。お兄さんあるんすか。V とか出てるし。あるかな。出てるんすか。見よう。今もう販売中し。いろいろあってね。昨日撮影中に長くないっすかって女優に言われた。俺それ中継で見てたからね。てかカズレーザーさんじゃない。カズレーザーさん。何がいいねん。誰に何を言われてんねん。なんか見てくれてる調査さんらしいです。僕らもちょっと YouTube やってるんで。やってるの。いやもしよかったらあのヤングリッチプアで。ヤングリッチプア。ヤングリッチプア。18歳。え、ちなみに彼氏は今。いない。いつからいない。2ヶ月前から。2ヶ月。おお、前との彼氏との間でなかった。なんか彼氏と付き合った時にまだおお、いいっすよ、いいっすよ、いいよ、そういうの、そういうの、髪の毛いいよ。なんか会ってて、まだ普通に携帯見られてて、バレて、連絡先消されたぐらいかな。うわー、でも、修羅場やん。すごいね。まだ続いてたフレンドは、どれぐらいの頻度であった。1ヶ月に1回。おー、でも結構やな。まあ、なんでなんだ。彼氏が童貞で、あー、あんまり上手じゃなかったの。手出していいか分かんなくて。あー、そうだね。性生活がなくなるじゃないですか、彼氏一途にしたら。それは嫌やったんですか。
お女子も欲しなるんですね。それはそうや。特別に2回引いてもらう。2回いいっすか。なになにクレジットカード。あ、やばい。クレジットカード。わー、あー、遊戯カード。遊戯カード。ちなみに何ヒートライオーや。ヒートライオーや。いやー、一応それ10円で買ったやつです。いや、違う気がする。いや、分からへん。クレジットカードかも。クレジットカード。あー、惜しい。残念、マジか。勝ったな。いいこと言うやん。なになになにエピソード、いいよ。いい、そういう深掘りが大事なんですよ。引き出しが良かった。一人の女の子、結構いいかも。今から秘密作ろう、僕と。そう、ちょっとなってきたな。え、彼氏は？いないです。前どんな彼氏と付き合ったの？いや、ないなんか付き合わないで終わる。え、どういうこと付き合う？どういうことこの子一回攻めようか。そうやな。え、などういうことですか？ちょっと待って。人は付き合うんですよ。答え、絶対言っちゃいけない。え、いる？図書館で見たことある。図書館で見んの？何がある？私なんかした？ありすぎるパターンっすね。ガチでない、ちゃんと生きてるから。ちゃんと生きてたら図書館で見ない。そうだよ。相手に被害行くじゃん。いいんじゃない。有名 TikTok。 有名 TikTok。 いいよ純也やばいやろ。純也この子言って。ねえ、私あいつに殺されるじゃん。みんな繋がってる気がするんだよね。物理的に繋がったか、ネットだけで繋がったか。いや、なんかネカフェ行こうって言われて、ガン無視した。ネカフェ誘われただけ。あなたは TikTok みたいやってるみたいな。いや、なんか出会い系みたいなやつ。あ、なるほどなるほど。じゃあ、なんかちょっとイケメンだった人とノリで学校帰り友達と会いに行って、それでなんかそのまま会った瞬間になんか公共の場で服をこう踏まれた。服の上から。いや、なんか入れられて滑り込まされた。おー、で？え、やば。こうやれて、でもさよならした。結構出会い系やってますね。やってますね。出会い系僕もめっちゃやってんけど。草なんかないそれで。手繋ぐぐらいかも。手繋いで。でも、ブロッたから。え、手繋いでいいの？そう、こうやられて、こうやられて。ちょっと好きやろ、この子のこと。手繋いでいい。谷の。質問量が今までのインタビューで一番多いさ。もっと引き出せるかな。じゃあ2回引いてもらおうか。あー、外れー。あ、遊戯カード。あー、もう全然出えへんな、マジで。ごめん、自分のデッキに加えてください。もし相当ヤバかったらこれ引けるから。そう、引ける。おいくつですか？23歳。おー、23歳。今現在彼氏ありというか。もう聞いてんね。彼氏がいるけど、はい、マッチングアプリ4つぐらいやってて。おー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 、めっちゃやってる。会う予定が何個かある。気になる、なぜ彼氏がいるのにマッチングアプリを4つもインストールした。なんで？一緒にいてもつまんない。面白くない。夜はつまんないですか、彼氏は？夜が一番つまんない。最悪やん。それは短いってこと？それとも下手？短い。短い。いけーね。何がとは言わないです。下手くそ。下手くそ。やっぱちゃんと勉強しないとこうなるんですね。これ全国の男性マジ気をつけた方がいい。例えばどのシーンが下手くそやったかなみたいな。もう服るところから、もう最初から最後まで全部。だから女性って結局ムードとか泣いちゃうから。雰囲気がない。なるほどね。なんかぐさっときましたね、僕らも。マッチングアプリで4人と待ち合わせしてるってことですか？ってことは、そういう理由でやってるってことは、いい人やったら、いい人がいたら別れる。おお、そういうこと。じゃあまだ優しい。じゃあその経験を生かして先にプレーをしてから付き合った方がいいよね。そうですね。日本以外は全部そうらしいですよ。日本だけらしい。これはいい。いいけど俺だいぶげんなりしました。今後怖いっす。思い当たる節が。いや、短いんで。なるほどね。それは俺もや。面白い。2回引いてもらいたい。すごい暴露ですからね。そろそろ当たり入れてほしい。あー、惜しい。なんだ、遊戯カードっすね。モスマンか。知らんかな。わからんで。お願いします。あ、マジか。当たり入ってる、これ。ありがとう。女性の意見、いい学びになった。ありがとうございます。みんなサプリ飲もうぜ。今年はいくつ？22歳。お姉さんは大学生か。超ギリ大学 大学生。みつ、え、パッと思いつかへん。あの、クラブ出てすごい酔ってて、でずっと好きな人の名前叫びながら歩いてたら、本当気づいたら知らない人の家にいた。早いな。好きな人をめっちゃ叫んでんのに、なんで違う人のところに行っちゃうのよ。多分酔うと全員が好きな人の顔に見えちゃう。やばいや、お酒飲まほうがええで。この店を買ってきてくれ。飲みに行く後で。それ結構秘密っすよね。え、じゃあめっちゃエコやん。ずっと寄ってたらずっと好きな人と入れるみたいな。誰にでもその子の名前を言って。投影するんや。何もなかったです、好きな人は。何もないです。残念。はい、いいですか、これで。あー、帰って。自分は帰ったのに。いらない。ボスもありません。ありがとうございます。ありがとう。 YouTube 出たことある？ないです。でもなんか YouTuber から連絡しそう。
めっちゃ偏見やん。褒め方一個面白いのがあって、酔っ払ったら男が全員好きな人に見えるっていう。これあるんですか、ね、あるんすか。イケメンだったら。ベースでいくつの年齢は。こちらの女の子聞いてたんですけど、はいはいはい、この後ちょっとクラブに行くと。そうです。で、友達はヤバい秘密いっぱい持ってる。そう今回ちょっと今日最後なんで、これマジで俺らがおおってなる秘密やったら1000円そのままあげます。やばい。前の彼氏はガンガンやってた、まあ、もう結構のヒントでぶちかましてたえぐいな。お姉さんだいぶ考えてるでしょ。お願いします。彼氏と付き合ってる時に、はい、ありがとうございます。地元の人とキスした。うわー、どこで地元の男の子の家で。おお、家。それでよ、キスも確かにそれで終わった。ぶっちゃけどうなん。寝ちゃったんですよ。起きた時パン1位になってなかった。いや、ブラは取れてます。ブラは取れてます。やったぜ。やってるって。いや、マジかっこいい、かっこいい。だからもうお酒入ってた、忘れてただけ。あ、で、パンツだけこの辺にこう。やってるやん。先生と保健室で。男が想像するやつなんですよ、それ。それはけど起きてない。パンチラインないんですよ。めっちゃヒップホップ好きやん。ダメだるまと DM して、マダサイと決めてくした。したいですね。マダサイって坂坊主さん DM お待ちしてます。いや、見てるか。どこで言ってんねん。ダミさんのふくよかな肉体に包まれたい。誰が買う AK が見える。誰が買うさんに抱かれたい。めちゃくちゃ知ってんの。怖いやれたい人もいるやん。今まで居酒屋バイトって言ってたやつは全部キャバクラでした。うわぁ、おもろい。なるほど。ちゃうね。じゃあまず9時から行きましょう。これだから1万円引いたら1万3000円。そうそうそう、はい、9時もある方が2回引いた方がいいんじゃない。場所をやめとけ。そっか。さ当たり。あー、残念。いや、もう触り心地だった。おー、キラやキラカード出た。そうです。激ニュース当たってる。激ニュース。あ、慣れてる。ラストが。いや、出てくれ。サンダーボルト。はい。あー、マジで入ってんこれ。入れます。ありがとう。見るといて。俺らが100万いった時に思い出して。これで。はい、なんか、やらしいけど。ありがとうございます。ありがとう。高齢者が該当になる機会。やっぱやばいですね、女の子って。やばいな。なんか秘密やっぱ持ってんな。東京は怖いですね、女の子。いや、ほんまに。ほんまに。マセとる。どうしよう、もう俺。結構無理やわ。僕ら都会に慣れてないから、田舎の女の子で育ってきたから、ちょっとね、刺激が強いですね、やっぱ。そう、うん。男性にとっては教訓になること多かったね。やっぱり下手したやったら、他で見つけられる。いやー、あの子やばかったな。あと飲み屋で働いてるとかって言った場合は、気づけた方がいいな、キャバクラ説。いや、ほんまにその、ふわっと思ってたことを、今日ぐさっと女の子の口から出たから、なんか、うわって、とどめ刺された感じで、だいぶ血ないしたっす。今日学んだことは、答えのないインタビューをするのは難しいですね。まあ、確かに相手に考える時間が。そうだよね。だから答えがあらかじめ決まってて、かつその答えによってマウントが取れるような質問をしてあげると女性は答えやすいというのが分かりました。さすがの分析力ですね。はい、ちょっと今後もね、いろんな男のツボに刺さる該当企画やっていきますので、チャンネル登録と高評価をしてお待ちください。お願いします。はい、この辺にあるんかな。あ、そうですね。こっちやろ。てか、これ当たり全然出んかったけど、入ってた。少なくなったら足すだけや。どうも、カツモンです。女の子が4つもマッチングアプリをやってる時代なんですね。僕は Tinder で品川区の女子全員にいいねしましたが、マッチは3でした。おばさんです。